しまった。もう一度時刻を表示、15時2分8、9、10、11、12で、よいしょっと、よいしょ、これです。スタート、言うな、スタート。よいしょ、ふう、日が傾いてる。一眠りしたんでって今言っても仕方ないか。でもだいぶ気持ちよくなりました。うん。通常配信かな、こりゃ。してラグ2分あの馬のこれ録音か。606870。電波悪いですね、ここは。声だけですね、今。道の駅から出ます。音声だけですね。よっと、じゃあちょっと今、道の駅にの中なんで、これから出ます。これから三沢基地方向。ふう。今、道の駅の無料休憩室で昼寝してました。大変気持ちよかったです。クーラーなかったけど、まあ少し汗ばむくらいで、そうゆっくり寝られました。なぜか誰もいなくて、あ、映像来てますか。あそこは夜閉鎖というか、この道の駅は高台の部分が夜閉鎖になって、トイレだけ下の方のさっき郵便局があったところが開放されてるみたいです。だから本当に道の駅のその営業時間だけ活動している部分と、道の駅として必要条件であるその無料の24時間のトイレが5分でよきさんかな、いらっしゃいませ。今日は暑かったですね。なんかさっき道の駅で昼飯食って、休憩するまでなんか眠気と熱にやられてる感じでした。で今なんとか復活して、これは熱中症ってほどのもんじゃないんですけどね。ジュース、エアフォースバーガー、今日人が多くてやってませんでした。人が多すぎて今中に車の中の人は外国人だったんですけど、なんか激しいジェスチャーをして去っていきましたね。なんだあれは。なんか止まってたの、私の方のために止まっていたのかな、あれは。結構頭すっきりしました。頭を見て、ああそうか、そうかもしれない。確かにそうかもしれない。へい、何つけてんだっていう意味で、なんかアクションしたのかな。でこれから三沢基地と、小河原湖の間の小河原湖畔沿いの道にフォーク途中から右に入ってクレイジーそうなのかもしれない。で今日は目的地の道の駅まではもう20キロぐらいしかないみたいなんで、そこから先に進んでなんかの道の駅以外の農宿場所を探すか。戦闘機はまだ見てないです。ここはミスター、あ、そうか、今ここ使えるかどうかチェックしとこうかな。 iPhone、 それはあれですかね、東京のマラソンの時のですかね。 iPhone 何台か自分撮りとか複数台の iPhone つけてユースト配信してる人が確かいたはず。うん。だって、ちょいすね以下略。東京マラソンの時ですよね、確か。そうそう、何台かつけてる人見た覚えがある。ここかな？ここから入るのかな？外人ですか？外人選手。あ、今ここダメですか、まだ。青森っぽいものはリンゴジュース1リットル、イカ焼き、イカ刺し、歌舞伎丼はあれは青森名物というのはあれじゃないのかな。あとは何があったっけ、いろいろ食ったんですけどね。あと味噌貝焼き、おとといの夜は味噌貝焼き。いいな、こっちの方の眺めというか景色いいですね。景色というのかな、静かで車少なくて。今日はこれからゆるゆる走っていけばいいはず。そうだ、大間マグロ食ったんだ。大間マグロ、あれは大間かどうかがよく分からなかった。なんかここは肥料の香りが結構しますね。で、多分人参畑だ。こっちは豆かな、豆かなんかかな。青森駅まだ行ってないです。あと今日明日青森駅周辺でどっちだっけ、新青森だっけ、青森だっけ、なんかフェスティバルやってるらしいですね。こんにちは。で、各地のお祭りの、ミニチュア版みたいなのがパレードするらしいですね。ちょっと見てみたいけど今日の夜はいないしな、青森には。で、明日の夜はパレードは確か15時からとあ、新青森でしたっけ、15時からと18時からパレードやるらしくて、15時に間に合うように移動できればいいんですけどね。でも夏泊まりとか行ってたらそうもいかんかな。とりあえずもうパッキングしてしまって荷物も送って、で、新青森に15時前に着いて、でそこでもう手ぶらでお祭りだけ見るみたいな。明日確か70キロあるんですけど、それは夏泊まり行かない場合なんで、夏泊半島まで行って、でそれの最寄りの駅からもう臨港で新青森に移動してもいいかなと思ってます。あとは今日もうちょっと稼いどいたら明日の距離が縮むんですけどね。ただ泊まる場所のあてがない。道の駅が一番何も考えなくていいんですよ。まだ結構青森まではここから今の状態だと100キロ弱ぐらいあるのかなは離れてます。さて高台から湖畔におります。この道本当に行けるんだよな。 Google マップの衛星写真で見たら一応地元の軽トラみたいな車が走ってる衛星写真は残ってたんで多分通れると思うんですけど、三沢基地のすぐ横、三沢基地の湖沿いのヘリを一般道が走ってるんですよ。お、見えてきた小川原湖です。おお、今音も映像も言ってないかなあ。峠とアップダウン多い、本当ですか。じゃあ時間かかるかな。小川原湖の白鳥、この辺一体白鳥が来るんですかね。朝虫、そうですね。あ、声だけか。今湖沿いの道に出たんですけど砂利道です、ここは。しばらく行ったら舗装に戻るかな。海ではなくてこれは小川原湖っていう湖です。あ、来てますか。ぬるぬる、本当海みたいだ。これは汽水なんですかね。うん。今回の夏休みはかなりあちこち行けて充実してますね。東北の方こんなにいっぱい回れると思わなかった。お願い、玉石の入った袋にアンカー等をつなぐと袋が破損する恐れがありますので早急に取り外してください。このなんか黒いのがそうなのか。快晴です。ほぼ雲ないですね今日は。よっ、うわっつ、はあはあ、うん、シジミが、いろいろ影響出てるんですね。で、やっぱここシジミのとこですよね、この湖。よっ、はあ、よいしょ、一般道に復帰。はあ、あ、車来た、通れるっぽい。ん？なんか玉石の入った黒い袋が岸辺に積んであって、でそれに船をつなぐなってことですよね。あ、婚活とか何が雨、そうですね。一日完全に12個見ただけで停滞した日もあったんですけど、それ以外は割と進めてますね。あ、明日5時、そうですね。今日早く寝て明日早く起きれば余裕ができる。今日行こうとしてる道の駅は道の駅小川原湖ってとこで、ん？お見合い、何の話をしてるかわからない。はあ、数日早々。おお、なんかいい感じの集まり。おお、矢が。今のなんか泳ぎの人たちが来てましたね。キューバスーツみたいな。夏休みの大丈夫です。なんか肥料の匂いがすごいな。あー、ん？ダーって言ってる。なんだろう。うん。ここは日陰が多くて涼しいです。うん。1ヶ月、そうですね。休めれば。ああ、完全に湖の方逆光になってしまって映像的にはちょっといまいち、どれを写真。あっちになんかあれレーダーかなんかかな、柱がなんか円状に立ってるそうな感じの施設がいらっしゃいませ。いい感じ、大丈夫ですかね。ほ今これ通常走ってもかなりラグがあるのかな。おっとこの車の群れはなんだ。泳ぎか。車の群れ、あ、ちゃんと行ってますね。これは1ヶ月なんだろう、マリンスポーツですかね。湖だけど、ああ、みんなやっぱ、海水浴みたいな感じですね。ウォータースポーツ。なんか和コードがいっぱいいました。和コード。こういうレジャーやってるんだ、この湖。こういうみたいですね。あ、今の人たちは肌が妙に白くて入れ墨とかしてたから、絶対米軍基地の人たち違いない。エンジン、枝かき、ジェット、なんかイエズ M ってそう、プリンテッド版ですね。ビキニの女性いたかな今。そう、米軍関係の人たちがかなり住んでると思う。外国の人も多分そうですね。多分米軍基地の方の人たちだと思います。ポパイのあれあ、延長、一応延長失敗詐欺のために対応チェックします。27分ぐらいになったら湖沿いですね。本当に車いっぱい来てるな。船、ボート持ってきてるような車もいるんで、これみんな水スポーツなんですね。水商売。あ、ジェットスキーじゃなくて何て言うんだっけあれ。湖は、ああ、しようがないから漕ぐのに、いや、明日18時台スカユに外国人がってことかな、白人の人たちが。で、結局飛行機は全然飛んでないですね。今日は全く稼働してないんでしょうか。風はさっきまで少し逆風だったんですけど、ここは横風かな。もっと早く、まあでももう指定券は動かせないと思います。3連休の最終日だから。前日に、そうですね、休みの終わる当日に、あ、混浴パラダイス、スカユってどうでしょうの中ではどれだったっけな。新幹線は、ギリギリです。そう、火曜日仕事です。半年前にまた言いますか。それも2回聞きました。まあでもそう、リロードっていうのは、それはコメントに私は気づいてなかったか忘れてしまったか、どっちかですね。申し訳ないです。でもそれやり取りするのは2回目です。オスプレイ、私はオスプレイの形は好きなんですけどね。火曜日から働きます。別にそんな疲れて一日動けないってことじゃないですから。夏にはスカイがなんて、働ける。腹減ってないです。さっき昼飯食ってきました。トナミ焼きって言ったかな。南都政権の南都の漢字を入れ替えた都南と書いてトナミって呼んでたような。4日間コナミキャンプ場だ。今月休み、オートキャンプ場だ。分かりやすい、書いてあるから。ハドソン焼き、津田温泉、どこですかね。ユンケル、おっと、よく働けば休みですね。ミサワオートキャンプ場、ここ。でもオートキャンプって言ったら大体高いですよね。宿代と同じぐらいする。ドアだ。今回ドアだはもう完全に残して、次回以降に。まずは2日間でですか。ニンニク注射、それは大丈夫なんですか。きゃ、沼が、その十和田湖の近くですよね。秋分の日、まだ考えてないです。3日以上ある場合は遠征したいですけどね。人混みどうか。ここいいな、写真。よいしょ。これなんか塩気があまりないんだったら、確かに泳ぐ場所としていいですよね。満員電車ある。引っ越したい、会社の近くに。夜、今のところ外で寝たのが、炊事場で寝た時と、夜はちょっと蒸し暑いのは蒸し暑いかな。でも十分寝られます。モーター系のというか、ジェットスキーみたいなのが多いですね。浜松町高そうだな、家賃が。あれ、オートキャンプ場の入り口どこだったんだ、結局。なんていうか、店がない河口湖って感じですね。はまり9階、家を買うって。向こうはもっと人いますね。羽田ですか。羽田か。飛行機の音すごそうですね。よっ、うん、宝くじまだ一遍も買ったことがありません。買うなら当てなきゃ。米が、そうですね、今は応答に追われる感じではなくてのんびり走れますね。うん、あ、宝くじですね。おお、過去、なぜこけしが、こけしがある海水浴場みたいな感じ。泳いでるな。うん。300円必ず、ああ、2700円1割引きで買うみたいなイメージですね。林道の奥、下田米か。トンボトンボ。確率的にはそうそう。お。こんなとこだったんだ、ここは。地形的。こんなレジャーエリアだったとは。300円。あれ、人いるかな。この光景、どっかで見たな。今ここはサーバーがどうもオーバーフローしてるらしいです。この景色どこで見たんだっけ。この湖沿いのこのレジャーの人がいっぱいいると景色は、あれどこだったっけ。前にもこういうとこ見たことある。2000円、4000円、2000円とかで済むとこありますかね。2000円で電源使えるんだったら割とあ、基地。ここから先が通れるかどうかわからないですよね。濃いですね。4、5個。きれいで見た。どこだったかな、この感じ。芦ノ湖じゃないですね。思い出せない。よっ。あ、そうだ。やばい。29分になってる。延長できたかな。あ、やばい。あ、延長できてる。延長ちゃんと認識できてましたね。田沢湖じゃないですね。野尻湖だったかな、ナウマンの。野尻湖だった、あ、野尻湖だったかもしれない。野尻湖だったっけ。うん、エシュロン。これとしてないですね。よかった、延長できてた。珍しく延長詐欺ないパターンでしたね。もう見た時には過ぎてた。数秒過ぎてた。よし。うん。泉、野尻湖だったかな。海外、どこからの何々。よっと。はあ、全然なんか飛行機飛んでないですよ。飛行機一機も見てないです。気づいてないです。よっと。グランクラスじゃなくて普通の指定席を確か取ったはず。グリーンじゃなかったよなあ。これ一般、あ、予約枠です。延長できます。なんか休みっぽい感じですね。何にも活動してないと思いますよ。あ、なるほど。26、そうそう、見えなさそうですね、こっちからだと。三沢基地のその中の戦闘機とかが見られる場所っていうのはないのかな。もうどっちしろこれが近道なんで、柵の中の道が基地内の道路ですね。で、手前が一般道。よいしょ。さてと、また基地の中の道路、車来た。正面から。うん。米軍基地。外からでも。道の駅。そもそも沖縄に道の駅あるんですか。そこの向こうは。あれこれ右側の施設もこれは米軍の所属の施設になるのかな。右側のリゾートも。この柵がこっち向けに柵が立てるってことは。違い本件っていうのかな、こういうのは。うん、やっぱりこれ米軍関係者だけのビーチみたいですね。長方形でいいのか。占有されてますね。160個目。ああ、そうですね。よいしょ。割とこの今見てる風景とかそっちに関する米が大半占めてるし、そして自転車が来た。こんにちは。ザマのキャンプ。なぜかここだけ柵が取り払われてる。街灯を作るのかな。いや違う、柵を作り直してんだあれ。ここは2本です。マジで。柵これ新しく作り直してますね、どうも。うん、今年はというか青森は初めてなんで分かんないんですけど、暑いですね。今年は特別なんでしょうけど、今トンボが脇の間に挟まってバタバタしてた。まあ走りやすいっちゃ走りやすいかな。車もそんなに多くないしただ景色とか基地の中の様子っていうのは何も見えないですね。狙撃23度。まあその分夜寒くないっていうのはありますけどね。米軍内のゴルフ場、米軍基地内の日陰良くていいな。うん。涼しく。ずっとこうだったらまずいですよね。なんかの効果だ。うん。降雪。うん。職質どうなんですかね。そもそもこのカメラつけてる状態で何か言われるのかな。冬がなくなったらでもいろいろと大変なことが起きると思います。食料的な話とか。この辺り東の城、今回の旅行は東の城スタートです。ホールドアップ。道は、係員が係員って何ですか？係員って監視員になるのかな、この辺りだと。ああ、三沢基地何にも見えないです。とりあえず柵があるということしか分かってない、今のところ。こうやって見ると普通に山の中の道だもんな。ゲートがあるんですか？横須賀で何やったんだろう。横須賀の穴だけの自衛隊とか米軍の施設があるところですよね。今回の東能代ですね。お昼寝たっぷりできました。気持ちよかったです。じゃあ私もこの間自衛隊の施設の前まで行った時はまずかったのかな。そもそも自衛隊なのか米軍なのか。これ田んぼだな。今ここサーバーがオーバーフローらしいです。で、向こうに輪っか状に柱がずらーっと並んでいる施設があるんですけど、フレンドリーエシュロンって言われてたのはああいう施設のことですかね。トッペルさん目立つ警戒。お久しぶりの人いらっしゃいませ。結構お久しぶりの人必ずいるな。今のはマコシカリアクって聞こえたけど、マコトシングさんかな。お久しぶりです。東能代からスタートして今ここにいます。ここって三沢市。なんだこれ、登ってるのか。サーバー稼働中です。毎日アクセス。ゾウの檻、そのエシュロンっていうのがですかね、さっきの。全日本プロレス、なんかアンテナ施設みたいなのがありましたけどね。サイトにそうアクセス元は全部残りますよ。ノートパソコンが壊れて、マコトシングさんかな、今のは。列ノートが超波体の、あれはアンテナなんですかね、本当に。柱がああいうふうに円柱状に並べてあって、そういうアンテナになるのかな。動的 IP、 アンテナなんですかね、あれは。てか皆さんには見えてないですよね、あの距離じゃ。じゃあデジカメズーム撮影しましょうかね。アクセスログニヤニヤしてた時期も昔はありました。ただ、通信証、ちょっと待ってください。で、よいしょ、つった、あれが見えますかね。PC 出して、傾いてるな、随分。よっと。オートフォーカスを手前に、オートじゃない、フォーカスを手前に持ってきて、このぐらいかな。こうか。これ見えます？白いもの、これドームレーダーっていうのは見えないですね。これこんな感じです。よっ、ちょっとデジタルズームしすぎだな。こんな感じで、よし、これがレーダーなんですかね、その象の檻っていう。よいしょ、14値ということは狙われたりするところでもあるわけですね。というわけで、あ、レーダーあるんだ。森で見えないだけなんですね、こっちから。おっと。そこなんか通りかかられるとまずいかもしれないな。スパイではありません。ノットスパイ。受信なんですね、あれは。送信じゃなくて。でもあの形で、あ、そうか、中にそのパラボラみたいなのがあるって話でしたっけ。でも 真上向いてるってことは衛星との通信なのかな。それかあそこ掘り下げてあるのか。共産党がサイトアキラの大佐が使ってたあんな感じかな。あれはソルか。タンパ。そうそう、ソル。レーザーサイトで照準つけて引くだけで、衛星から。今起きた。おはようございます。あ、エシロンあれじゃないんだ。エシロンっていうのはさっきのあの並んでる柱じゃないんですね。そう、自転車新しいです。キャリアは移植しました。いろいろ工夫しましたが、エシロンはシステム、じゃあエシロンの一部がさっきのあれかな。登ってるな。モスクってあのロシアの戦闘ですかね。カチカチが増えてるな、音が。半分いってない。あ、それはあれです。ゆるトラボは2日分です。タイトルをよくご覧ください。どうして丸くいいですか。しかし多分ペダル周りだと思うんですけどね、まあ、致命的なもんじゃないと私は思っています。そう、2日分の。さっき下った分か、湖に沿いに降りるときにBB が香港なんか なる瞬間に右足のペダルにだけその音に応じた衝撃というか物理的に足に感じるんで、多分ペダルの方だと思うんですけどね。はあ、クラックの音はこんなもんじゃなかったです。はあ、そろそろ前は12、13年乗りましたからね。はあ、そう、音はあれやばかったですね。あれ鳴ってる瞬間も進行してたのかな。クランクに接触ですか？うん、よくそうですね。私もちょっと思います。うっ、70年、スプロケの山が前のやつですかね。今のやつはまだ新しいですが、今回雨なんか降られて峠もだいぶ下ったんで、ブレーキシューがどれぐらい減ったかちょっと気になりますね。でこぼこひどいな、この道。うわー、そう、今日道の駅の近くに八甲温泉っていうのがあって、八甲田の八甲、そこはウェブ情報で見る限りかなりなんていうのかな、味があるところらしいです。料金200円で箱を置いてあるだけで、それに適当に入れて入るっていう、石鹸シャンプーなし。確かそこから5キロか10キロぐらい行ったところにまた別の200円の温泉があって、そっちは新しくて設備もいいんですけどね、休憩室もあって、まあ距離を測ってみて、軽トラック、今のですか、婚約はないな。だからそうな、この辺りボコボコで本当になんかただ表面に塗って継ぎ足してある感じでボコボコしてます。穴が開いたままのとこも多いし、それか通る車両の条件が厳しいんですかね。これはものすごく重い車がよく通るから壊れやすいとか、道合ってるよな。うん、道の駅で野宿するつもりです。キャンプ場はオートキャンプでしたよね、確か。まあ値段によるけど、まあ1000円だったら3000、4000円になってくると、もうそれはあ、普通のキャンプもじゃあ値段見て考えようかな。了解です、ありがとうございます。まあ500円から1000円ぐらいで堂々と泊まれるんだったら、そっちの方がいいですからね。しかも今晩は雨降らなさそうだし、予算がまあ、道の駅の作り次第なんですけどね。今日狙ってるところは屋根はありそうです。こっち曲がってくる車いたらここ邪魔になるな。曲がらないよな。で車を途切れない。車の中の人もパッパッと左に見てました。そう、道の駅までそんな距離ないはずですね。おっと、だから時間的に今日は早いですね。確か60キロぐらいは来てるはずなんだけど、ああ、しまった、ギアいや、変速する方向間違えた。この勾配ちょっと勢いつけていけないな。そう、昼寝。なんでこんなにおかしいな。昼寝したとこまでです。40キロとかも進んでましたっけ？今ダジャレ何をああ、もういいや。鉄が使おう。よいしょ。よいしょ。これでよし。今バスがすごい音させてた。今のガラガラって音何？バスがすごい音してましたね。なんだろう、中でなんかガラガラ鳴ってましたね、あのバス。よっと、路線バスみたいだったけど。よいしょ。すっとバス。あ、そう、小河原湖、道の駅小河原湖に向かってます。で、バス。わあ。よいしょ。車に、しかしこの道狭いですね。何この狭さ。がそう白線の外がもうないですからね。翔平さんは何度も自転車は定価8万4,000円です。買ったのは7万後半。どうするかな、時間的にもっと先に進んで野宿場所探すかどうか迷うな。まあ、今日なんか調子悪かったからもういいやってのもあるんですけど、車またしてる後ろに、でも避けられない。ここいや、そうですね。ただまだ4時前なんで、道の駅に、そうですね。ここ本当に道遅い。あ、じゃあ道の駅着いてから考えます。見せかけの、いや。七戸の道の駅ってもっと南の方でしたよね、確か。ここから青森方向に近づく向きではないですよね。ひどい路肩。なんだこの、これガードレールがないより怖い。ガードレールないよりも悪いじゃないか、これ。で、今また後ろに車を渡しちゃってます。よっと。よいしょ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 。ガードレールあったらあったでまた狭いな。黒い、どこでしょう。あれ、あのバス今2台行った？幼稚園バスみたいなの追い越してないよな、こっちは。バス、この道良くないな。さっきのバス私追い越しましたっけ？じゃなきゃ2台来たんですね、あれは。同じ、確か戻ってないと思う、自転車。サルトン、そうですね。なんで同じカラーのマイクロバス2台来ましたね。多分あれ幼稚園バスだと思います。世界征服を企む組織がジャックしたりするやつ。あ、延長は確かさっきできしたっていうのが流れたような、違いましたっけ。東北町、こんな名前いいのかな。延長できてないですかね。ただちょっと止まれない、止まる場所がない。なんじゃこの道。一本左になんか道があるな。あ、できてますかね。左側に回路がなんか地図で見るとそうショッカー。左にもう一本道ありますね。そっちは交通量もっと多かったとしても、あ、山木だ。あの辺りもひどいですよね。あそこは道はいいけど交通量がもっとひどい。試験さんいらっしゃいませ。ちょっと狭い道を走ってます。車が後ろに。東北省ってこの貸し貸しを、いやー、まあ思わないですね。あんまり軽は追い抜いていけるけどバス類が追い抜いていけないですね、私がいると。これ何号線ですかね。国土地理のだと国道番号がパッと見てわからない。通りますね。僕 URL ちょっと今開けないので現在地を基準に。あ、またアップダウンだ。これ一本左の道に行けないんでしょうか。あ、線路がある。あれ、これ左のは道じゃなくて線路。ん、姉とかはガイバッテリー、そうです。満充電の PC が満充電の状態で給電しないと電力はその PC に充電されてそこから使われるっていうステップになるとロスが増えると私は思ったんですよ。なのでできるだけ PC がフルの状態でつないで外部電源からやってます。っていうかまだ外部電源切れないか。途中2時間ぐらい間があったとしてもだいぶ持ってるな。道の駅三沢から出て道の駅小川原湖に向かってます。センサーじゃなくてヘルメットについてます。機体の上あたり、電池、そうかもしれない。 PC をエコモードにすればいいのかもしれないですね。ただ XP 用のドライバーがなかったかな、そこは。悪魔くんみたいな。悪魔くんってどうなんでしたっけ。ウェブカメラだけだったらそんな目立たないです。本当に交通量多いな。また後ろまた下ってる。何個出ました。ここは小川原湖のキャンプ場も調べてみます。現地行ったら道の駅管理ですよね、多分。ホテルアメリカ。こんなとこにアメリカ。自転車7万後半でした、買い値は。ホテルアメリカ三沢基地は全然見えませんでした、何にも。で、三沢基地の従業員と思われる方々が水遊びしてました。これ線路挟んで反対側にも道路ありますよね。どうなってるんだろう、よくわからない。ローソン、かり空港前に、じゃあ私裏通っちゃったから何も見られなかったんですね。打ち掛け販売1割引き、あ、いけそう。あ、場所この道よろしくない。線路沿いです。左側線路を走ってました。この道狭いし路面が悪いし車多いしいいとこ何一つなし。キツナにいますか。これが米軍基地内か。この道ひどい。他に道あったかな。よかった。マウンテンバイクは部屋にばらした状態で部屋の中に放ってあります。ほかしてあります。あ、これ航空標識灯ですよね。って見えないかな。もう本当に技術的車専用ですね。人が歩いててもこれはちょっときつい。XTR でした。XTR はメンテせずにずっと使ってたんで、もうパーツとしてだいぶ摩耗してます。10年以上。私もそう、今のはマルザスさんだろうか。ちょっと語尾が切れて分かりませんでした。ちょっと路肩が出てきたな。こんにちは。ここの道ですかね。余裕じゃないです。結構いやいや走ってます。抜け道、車、さっきより少しマシになってきましたね。こちらの方が状態は少なくとも。コンボイ式、いや売れないでしょあれ。北西かな。北西ですね。鉄道沿いです。あ、駅だ。これが8号ですかね。よっと、ちょっとマシになりました。フロントフォークあれか。いや、あ、小川原駅。これは無人駅みたいですね。多分そうだと思うけど違うかな。で、あそこになんか青い森のキャラクターがいますね。あれのシールをマルザスさんからもらった。26ですよね。よいしょ。姉と川温泉。あ、本当だ、姉と川温泉。やっとですね。姉と川温泉。日帰りで500円ぐらいで入れるのかな。そう、この先に道の駅があります。5km、ないっていうのは道の駅までかな。で、ほらこれ。あ、ちょっと後頭部がなんか。現在地 S ワークス。今日はもうあと30分ぐらいで着くと思いますけど、150円、すごいなこの辺り。私が今日行こうと思ってるところは200円ですが、これ青い森。さっきなんかポスター貼りに行ってましたね、この車の人は。いてて、あ、これ GoPro ハウジング、ちょっと待ってください。GoPro の、外部切れたか。じゃあ切れましたね。おっ、えっと少し、ああもう乗ってしまった。どうしようかな。とりあえず道の駅まで行ったところで切りましょうかね。そこで検討したりするのはもう一人で。ああ切れたか。まあ切れるよな。ちょっとこっち側させてもらいます。ピザワングランプリ10月7日上北町駅前開催。 P1 グランプリ、ピザワングランプリって本当にそのピザの大会なんですかね。今取ってきたの見えたかな。いつものこと。あとピザ、私はマウンテンバイクを30万で買いましたP1 ピザっていうのはネットインゴでしょう。ピザでデブとかいうのは。ヘルメットバンドがピザの生地、まあ単純に美味しさなんでしょうかね。道の駅の先の温泉を狙ってます。八甲温泉。このピザ野郎、あれピザ野郎ってなんだっけ。あれか、トゥルトゥルダダダか。ピザ野郎っていう空耳があったな。旅、ありがとうございます。あ、今のは18時のフェリーっていうのはあれだ、マルザスさんのコメントだ。今のはマルザスさんは18時のフェリーで青森から函館に帰られるんで、お疲れ様でした。私の方はもう少しで道の駅着きます。から来たんだった。そこまで省略するのか。多分スマホですよね。アンドロイドじゃないかな。お疲れ様でした。お、マルコスさん、あ、道の駅の看板出てきた。こっちももう少しで着きます。丸田さん70キロ以上走って青森に到着したんですね。北海道からお疲れ様でした。音楽、あ、そういうのか、ブログちょっとまだ見れてないんで。小河原湖まであと2キロ。小河原湖道の駅まで。しかしこの時間に着くと先に進みたくなるな。どうしようかな。キャンプ場もあるし。明日帰宅です。明日の18時台のはやぶさ。そう、進んどけば明日余裕ができる。しかし泊まる場所が野営場所が見つかるかどうかが保証がない。まあそれは放送終わった後に一人で悩みます。ほんならとりあえず温泉には入っていって、さっはやぶさにしました。狙って、まだはやぶさ乗ってないから。はやては乗ったことあったかな。小町プラスはやてだったかな、あれは。よいしょ。温泉っていうか、まあお風呂が一日の終わりにお風呂入らないと耐え難いので、ちょっとそしてお風呂はかなり一日の疲れをリセットする中で 90% ぐらい占めてますから、本当に風呂上がりは気持ちいい。帰りうちに、そうですね、戦闘機、あ、そうそう、200円、八甲温泉、そうですよね。広い。はやぶさ。そう、風呂に入ることよりも風呂上がりを好みます。長風呂ではないですね。すぐ登せるんで。ああ、また結構登ってんな。小川原湖キャンプ場っていうのもあるけど、の、何々。で、なんかこう。安いね。いやアップダウンあるな、ここは。サウナか。広抜けな私はそうなんですよね。水風呂ここ。しかしすみません、今回の走行距離は、走行距離は GPS ログつなぎ合わせて、GPS ログを足し合わせないと分からないです。どうだろう、1日平均、停滞日が1日あって、アベレージ60、70ぐらいあると思うんで、60だとして、今日まで7日間走ったとして、420キロは来てるはずですね。今も復活。豪雨の日早々。平均時速は10キロ。400、まあ日数かけてますからね。お、ローソンある。そうか、で明日足せば400。500近く行くんじゃないかな。ここから大阪まで、それは24時間で行く人いますけどね。すぐ、アイスありがとうございます。七戸はどっち方向にあるんでしたっけ。あれ、何これ、どうなってる。西戸駅はまだ先？まだ先だな。もう24時間で行く人います。そう、東京かけるお尻は今日はちょっと痛いですね。西側にある七戸って読むんですよね。七の部を嫁さが、あ、またあのバスだ。いや違うか、さっきのとは違うかな。平均速度は20キロ変身20キロぐらいかな。いや、体重は平均以上なんですよ、今。ここで買い物していった方がいいのかな。飲み物はあるし、水があればラーメン作れるからいいかな。この高台にあるんだ、これ。だからもう一遍このローソンに来るのは多分ないな。よいしょ。甘いものはあれば嬉しいですね。牛乳。いや、私は牛乳派かな。コーヒー牛乳でもいいけど。ふと、最後の晩餐。道の駅まだ500メートルですね。下る途中っていうか、下り終わったところにあるのかな。自転車始めて、いや、あんまり、つくばの何々ラーメン屋さん、高台にありますね、これ。フルーツ牛乳か、キリンレモンか、まあ、それもよくわかります。炭酸好きなんで。そう、道の駅で一旦終わらせます。フルーツ。田んぼのあれかな。あれだ。車いっぱい来てんな。若干泊まりに行くそう。かなり繁盛してますね、あれは。青森県は結構、外周は回ったと思いますね。しじみラーメン、しじみ汁は食った。下駅は18時ぐらいで終わりが多いんですけど、トイレは24時間オープンになってるんですよ、必ず。車多いな。行ったことない県、自転車で走ったことないのは長崎県。キャンプ場、あ、駐車できるもそうか。あ、交番が目の前に交番がある。これってなんか影響するのかな。初めて見た、目の前が交番の道の駅。なんだろう、軽く職質されますよね、軽く。ん、キャンプ場500円。交番が目の前にありますけども、実習早いな。治安がそうですね、良さそうってなりますね。まあどうだろう、警官は道の駅で止まっているものを制止するもんなのかな。うん、安全っていうのはありますよね。軽く挨拶、なんか仁義を通しときゃいいんですかね。あと交番の前に、駐在所の前にマウンテンバイクを置いてあるのが気になる。あれって駐在所の人のものなのかな。挨拶と声。ん？経由何何？またです。いや。今道の駅小川原湖です。お、しじみ汁150円、お安いな。この駅は、てかこの人の多さ何？かかしかかし、ある意味そうですね。仁義仁義、トラ箱、トラ箱っていうんですか、留置場かな。キャンプ場の受付とかどこかあんのかな。今日は留置ところ、留置。この声、あ、映像来てない。えらい賑やかですよ。あ、止まってますか。道の駅に着いたんですけど、人だらけです。なんじゃこりゃ。あ、道路上、小川原湖到着です。イベントありがとうございます。止まってるだけだと思います。ちょっと待ってください。ああ、上り速度出てないですね。電話か。電話って言ったらもうすぐ締め切りになるんじゃないかな。そもそも平日、休日は電話受けてないですよね。街とかやってる場合は、再飯でも、飯は出るのかな。5時の予定です。じゃあこれで一旦終わりましょうかね。じゃあもう一遍接続して絵を1枚出してから終わりましょうか。どんなところか。ソフトクリームか。とりあえずソフトクリーム食うか。ちょっとお待ちを。ここで今日泊まるつもりなんですけどね。試食の人飲んで、砂張らなくなった。鶴崎道。バッテリーやばい。繋がらない。人が多いから、これもしかして。やばい。これじゃあツールじゃなくてブラウザの方でやってみるか。早く。画面に戻る。本節読み込み中。読み込み中。本節は読み込まれない。ツールが読み込めない。点々。あ、来た。よし。よし、なんとか来た。上り速度が。映像が1枚来たぐらいですよね。すいません、最後これで終わりますっていうの言いたいがために今必死でつなごうとしてたんですけどね、リロードしたらえらい時間かかっちゃって。どうしたピッピッピ。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。それ言いたかっただけなんです。お疲れ様でした。うるさいな、どうもうるさいな。じゃあ切ります。ありがとうございました。無理だ、うるさいですね。お疲れ様です。じゃあ GoPro もこれで終わります。ありがとうございました。